さらには3番の細田愛美3番細田が現在5番手最後尾7番の飯塚智子がどうでしょう最後尾からレースを動かしますこれで4番の黒コーチが一番後ろになりました2コーナーからバックストレッチさあ車を進める6番吉村も出る出し方だぞおっとここで5番の三宅愛里に落車のアクシデントがありました競争 6m わりましたさあ6番の吉村が先頭 1>, 1番の高橋智恵は高チから2番手を取りましてそして2番の小林が3番手そして3番の細田奈美、ま、は4番手なんですが、外7番のいつ塚の内ちかぶっていますがここは切り抜けて仕掛けていきます、最終周回、センターです、2コーナーからバックストレッチ向かっていく4番の黒コーチが3番、細田の後ろにいますがさあ2番の小林も縦に踏んでいく逃げるは6番の吉村ただ3番の細田がどうでしょうか、まくりで迫っていきます。2センターーーーから4コーナーカーブそして2番手は 一番二番で並走直線コース、三番の細田が最後前を捉えています。六番の吉村では転着。お待たせしました。では改めて六レース決定です。一着三番細田真奈美。二着六番吉村さやか。三着二番小林彩乃。